シナリオは一通り勉強したけど、まだまだプロになれる気がしない。作家たるもの確実にかけるように力を身につけたいと思うもの。ではどうすればプロとして通用するシナリオの力がつくのだろう。例えば、シナリオの教則文を読み直す。好きな作品の映像だけでなく、シナリオも読む。プロの講演を聞いたり、記事を読む。そんな時こそ役に立つのが20万シナリオ。長編じゃなくてよい。物語の断片を描く20万シナリオ。習慣的に書くのがおすすめだ。なぜなら得た知識を踏まえて実際に書くことで、頭と腕の連携をもたらすからだ。異なる業界を思えば、実践を積み重ねることの重要性は明らかだ。例えば、絵画で言うと、デッサン。野球で言うと、ノックでの守備練習。楽器で言うと、音階練習。どうだろう。プロとしての力をつけるためには、実作こそが腕を磨く道なのである。